ブルーノ・カッシーラーはドイツの出版業者、画廊経営者。1872年、当時のドイツ帝国のブロツワフにユダヤ系の両親のもとに生まれた。父ユリウスはケーブル会社の役員を務めていた。ブルーノは1890年、ベルリンの高校を卒業した。1898年、いとこのパウル・カッシーラーと共にベルリンのビクトリア通りに画廊を開き、 合わせて出版社を経営した。時期を同じくして、ドイツ美術界ではベルリン分離派が立ち上げられ、パウルとブルーノはその事務局を務めた。フランスの印象派、ポスト印象派など、新しい絵画をドイツに紹介する役割を果たした。1901年、ブルーノはパウルとのパートナーシップを解消し、パウルが画廊を、ブルーノが出版社を引き継いだ。1903年、 クリスティアン・モルゲンシュテルンが編集者として加わり雑誌出すシアターを刊行した。1936年、ユダヤ系の印刷業者は組合から排除され、この年を最後にカッシーラー出版社からの本の出版はできなくなってしまった。1938年、カッシーラー家の親族と共にイギリスオックスフォードに移住し、ブルーノはここで新しい出版社を立ち上げた。 1941年10月、オックスフォードで亡くなった。死後は義理の息子ジョージヒルが出版社を引き継いだ。ありがとうございます。